アジア大会日本に初めて体操で唯一の金メダルをもたらしました。よく頑張りましたね。頑張りましたね。さあ今日も頑張ってほしいですよ。日本の背を果たしてボギンスカヤ逆転することができるか。1本目いかがですか。同じ飛び方ですね、屈伸のクエルボです。はい、ただ足がちょっと開いておる、着地したときに足先がこうまた開いているというんですかね、はい、かかととかかとがひっついていないというそういう着地ですので、ここのところですね。あ、ここのところね、ちょっと曲がりました。まあ、飛び方としては非常にいい飛び方なんですが、まあ、この着地したときに足が開いているという後半部分はよくこうまとめているなという感じがするんですけどもね。演技全体としてはまとまってるんですが、やはりああいうふうに先ほど踏まれたようにですね、はい、膝を閉じたりとかですね、足先まで注意されたりすると、やはりその差がやはり得点として現れてくるんじゃないかなというふうに思います。塚原コーチです。もう体操ファンならご存知のようにミュンヘンオリンピック鉄棒の金メダリスト、瀬尾京子2本目。ボギンスカヤを逆転するためには、まあ、かなりの高難度のそして完成された技を見せないとちょっと苦しいかもしれません。瀬尾、さて2本目はロンダードから入ってきますかね。1本目はクエルボでした。さてどういう飛び方をするでしょうかね。あ、ロンダードですね。やはり1回ひねりが入りました、ロンダード側転4分の1ひねりから後方伸身宙返り1回ひねりという、はい、こういう技ですね、はい、西川さん、はい、やはり跳馬の場合はその助走のスピードというのもかなり関係してくるんですか。もちろん、まあ、男子まだロンダードあまりやってる人少ないんですけども、プロもそのまま例えば前方で踏み切るという形になるときにやはり跳馬のスピードは重要なポイントになってくると。そうですね、トレーニングなんかでもその助走だけのトレーニングなんかもありますし。ああ、そうなんですか、はい、日本の瀬尾選手の跳馬の得点が出ました。 9.700 と、5位についてます。瀬尾京子の跳馬の演技が終わりまして、これで床跳馬ともに終わっています。